こんばんは、ともにです。今回はアスファルト内のマルチやっていこうかなと思います。動画外でチモチモやってたら、マイルストーンをとりあえず回収し終わって、でレジェンドリーグまで来ました。今シーズンね、ゴーストのせいかわかんないんですけど、みんなめちゃくちゃ早いんですよね。クラシックシーズンと違ってマイルストーン回収するのめちゃくちゃ時間かかりました。何使おうかな。おボアチュールノワール、これ確か前回の、あ、なんだっけ、シンジケートのマシンですね。あれマジで難しかったね。全然もうこれで気配がなかった。ナクラレンセナなんですけど、前回よりもかなり強化して、曲がりやすさは変わってないんですけど、加速とかもろもろの性能がかなり高くなりました。やべ、危ねえ危ねえっていうか、でもルート間違っちゃった。今回の壺男をここをやってアップロードする。なんじゃいそりゃ、壺男、なんじゃいそりゃ、壺男やって、うわー抜かれた。もういや、しょっぱなから壺男にもアップロードしてると思うんですけど、あれマジでクリアできる気がしないんですけど、どうしよう、失踪していいですか。マジであれ以上上に行ける気がしないんだよな。マジで最近ようやくレジェンドまで上がれるようになったんで、ゴールドの車がようやく揃ったかな。で B ランクの車があまりに強すぎて、プラチナでも全然戦えるんです。それでようやくレジェンドに上がれるようになったって感じですね。うわぁ、めっちゃ混雑してる、大混雑。やべ、すげえアンダーレちゃった。おー危ねっ。いやー、星6にしたいなー。でも星6にしたところで強化するお金がないんですよね。なんか下のランクの車だと、まあ限界まで強化するときに、まあ、最後の強化とかだいたい40万とか、まあ、高いと90万ぐらいかかるんですけど、この車多分前調べたことあるんですけど、最後の強化に1回強化するのに200何万とかかかるんですよね。マジでもう200万稼ぐって言ったら、僕多分1週間ぐらいかかるかもしれないですけど、それが全部で4箇所あるんで、気の遠くなるような話ですよね。うわっ、うわめっちゃ飛んだ。おお、最後の最後に抜きましたね。皆さん、アスファルト9のライブ配信やりたいなーって僕ずっと思ってるんですけど、この前やった時ちょくちょく画面多分変になってたと思うんですよね。あれなんか録画してる途中で止まっちゃうんですよね。このなんだろう、なんていうのかな、 HDMI 変換器っていうのかな、このスマホの映像をパソコンに流すための機械なんですけど、そこがなんか時々動きが止まっちゃって画面が止まるんですよ。こういう時一回繋ぎ直さないといけない。だからこの今録画してる時もちょこちょこつけたり消したりしてます。マジでやりづらい。これなんかいいツールがあったら教えてほしいです、皆さん。うわ、すげえ曲がった。
車はコーナー移動のまでに速いんですけど、この S ランクの車の中だと最高速がちょっと低くてかなり低めなんで、直線で結構追いつかれそうになるので結構怖いですね。ズレやって滑った。なんか追いつけそうで追いつけない。お、どうでしょう。うわー早いな。車はこっちの方、無事勝てましたね。ただ今回プラチナリーグっていうか、あれですね、 S ランクの車多分1台見なかったんじゃないかな。いないね。いや、なんやかんやって順位めちゃくちゃ上がったね。どうしよう、このままプレイしないで明日を待とうかな。これ順位報酬があって500位以内だと結構いい感じの報酬がもらえるんですよね。で次が1000位以内だったかな。どうしよう、走るか、走ろう。お金欲しいし、マジでこのゲームお金足りないんですよね。でこれ最近強化してます。今回のスペシャルイベントのインフェルノっていう車なんですけど、デフォルトこんな見た目だね。なんかどこだったかな、どこの国の車か忘れたんですけど、すごい見た目だよねこれ。ちなみにリアも結構すごくて、テールランプがギザギザで飛び出してるんですよ。でしかもマフラーが、あ、こんな感じですね。どこに束ねてあるっていう、もうロケットよ。手間使った後だとやっぱちょっと使いづらいですよ。ただいや、やっぱ見てくださいね、このスピードやばすぎ。ただ追いつけない。お、3位ですね。今一番欲しい車がランボルギーニエゴイスタです。結構あの今このマッチングでいるんじゃないか、いるんですけど、手に入れるのガチで難しい。難しいっていうか、なんかすごい、なんていうんだろう、チリツモで、おー、やべ、やばすぎ。チリツモで集めなきゃいけないんですよね。なんか1週間に1回エクスクルーシブっていうイベントが来るんですけど、その時にまあ何だろうな、本当にちょっとずつ集めるんですけど、どうやってみんなそんな星マックスまで行ってるんだろうっていうぐらい、ちょっとずつしか分からないんですよ。おお、これはすげえ。おお、りゃ、うわ、なんか上から吹っ飛んできて抜かれた。あ、ちょっとなんかインポートパーツつけれるかな。強化できそうだったらします。0.35、 このパーツ2つつけると36まで 0.5 なんで、こっちの方がコスパいいですね。これだけにつけます。まあ、いずれ全部ね強化することにはなるんですけど、いかんせんお金が足りなすぎるので、ね、コスパ考えちゃいますね。いきます。まあ、1人落ちた。これね、1人落ちるとあのその人が最下位扱いになるんですよ。だからなんかね、ちょっとまあ言い方が悪いかもしれないけど、ラッキーなんですよ。マイルストーンとかね、まあ、マイルストーンはもう、なんてね、めちゃくちゃアンダーでぶつかっちゃった。なんかスピンドリフトっていう技があるんですけど、なんかそれやると減速しないドリフトできるみたいな。ただこの車スピンドリフトするとものすごいアンダー出る時があるんで、ね、
今みたいにめっちゃ曲がんなくなった結果的に見つかるんで楽しい。やべ、うわやっちゃったよ。これめちゃめちゃレート下がりですよ。まあ、最下位ではないんですけど、多分20全部下がるんじゃないかな。なんか今シーズンやっぱり、なんか、一番下がっても20しか下がらないんですよ。前のシーズンとか、うぅわぁやばすぎ。これは終わったわ。あーこんな感じでめちゃくちゃ合ってるんですけど、これめっちゃ引っ張られるんですよ。僕も結構なんか普通に曲がるときは曲がりやすいんですけど、このスピンドリフトやるとめっちゃ曲がんない、めっちゃ曲がんないことあるんですよね。やんない方がいいのかな。ゲームパッド未接続って嘘でしょ。皆さん終わりました。コントローラーの充電なくなっちゃった。タップで走りますね。僕コントローラー使う前タップで走ってたんですよ。でも最近やってないから絶対走れないわこれ。あめっちゃ飛んだ。皆さんこれ何位で終わると思うんですか。僕ね最下位で終わると思うの。もうガチでやりづらい、ガチでやりづらいこれ。全然曲がんねえし。傾き操作で結構やってる人いるじゃないですか。傾き操作ってできないんだよねマジで。いいね。やばすぎ。ドンと切っちゃった。お、再会は免れました。ありがとうございました。じゃあ終わります。バイバイ。